はい、こんにちは、ピカですけどね、 787B グランツーリスモでね乗ってきております。はい、フォルツァモータースポーツ出ましたね、いよいよね。ということで今日はね、787B サウンド比較とうとうということでそういうのやっていこう。すごいハイグリップ、いい音するね。さあ、まずはグランツーリスモ7でやっていこうか。あ楽しい。はい、次だ。気持ちいい。300キロ超えて、すごい出る。360、370、え、すげえ、こんな出んのこれ。380キロ。さあ、まっすぐバージョンでねお送りしておりますかね。387、最高速なんかもね、ちょっとこうどうなのかなっていうね、どっちがどのぐらい出るのかなっていうのもね試していこうと思います。ハンドリングをねちょっと試そうかなという感じですね。うおー、下って389ですね。めちゃくちゃいい音してない？気持ちいい。シフターね、シフター変えましたよ。おー、いいね。ロックに入れてしまうというね。はい、こんな感じですね、こんな感じ、すごいわ。さあ、フォルツァの方でね 787B ちょっと乗ってこう。音の比較、やっぱりさ、このドライバー目線絵的にはグランツーリスモだな。まあでもそこじゃないんだよな、俺にとってはこう、なんていうのかな、ハンドリングがやっぱり命じゃない、ドライビングゲームは。っていう人とか、まあいろいろいるからね、やっぱり見た目だけ大事とかさ、見た目だけじゃないけどね、見た目すごい大事とかさ、やっぱ見た目大事なんだろうな、普通。もう俺はドライブ好きだから、まあ、でもドライブ好きでも見た目、ね、こういうこうリアルさ、やっぱ大事でしょっていう人もね、まあ、いますしね。もう見た目というよりはやっぱりこっち、マイル表示だった、マイル表示だった。320超えて、はい、330。快音ちょっと響いてないよね、音程がちょっと低いね、こっちとかね、3音ぐらい低いぐらい。343キロ、向こうのが出るね。でもこのハンドルにピクピクくるこの感じ、なんとなくこっちの方がシミュレーションしてるっぽいんだよな。タイヤモデルがやっぱちょっとこっちの方がなんだろうな、高性能っぽい感じがするんだよね、うん、まあもちろんそのなんだろうな、そこだけじゃないですけどね。この感じ、
あーいいねちょっと落ちたコントローラー落ちて今横向いた。絵はもう明らかにグランツーリスモだね、間違いない間違いないな。絵の綺麗さはグランツーリスモで、やっぱりまあタイヤシミュレーション、タイヤシミュレーションはフォルツァだな。なんだろうな、本当ね、あらゆると言ってもいいぐらい実車本当に乗りまくってるね、いろいろ市販車の実車乗りまくり勢としてはね、しかもこう結構限界領域で乗った経験のある私としては、実車勢の私としてはね、音途切れるのはこちらのせいですいい加減直せよってね、もうこのタイヤの、このタイヤアンダーとアンダー、このやっぱこう、グリップバランスだろうな、この感じが本当にリアル、この車乗ったことないけどね、まあラジアル、市販ラジアルをベースにしてるって感じはしますけどね。スリックもなんかすごいいいよ、このね、まあそこはね本当に全体としてはね、こう落ち着けがたいよね。どっちかというとね、フォルツァは本当にタイヤに集中しちゃう、タイヤをいかにグリップさせるかっていうことの本当に運転の基本にね集中するようなゲームで、グランツーリスモはタイヤのグリップがあって、その後にね車体の挙動が出るんだよね。車体の挙動っていうか、車体にこう圧が入って、まあ力が入って、まあ応力が入って、でなんかそれによってこう車体の剛性とかが分かるみたいなね、もう一段階あるんだよね。だからタイヤの特性、車体の特性みたいなね。逆にフォルツァはもちろんタイヤで走ってるから、あの車体の特性も出るんだけど、結果的にその車体の特性を使いながらタイヤをいかにグリップさせるかっていうことに集中できるっていうか、だからなんかある一点まで行っちゃうと、なんとなくこうグランツーリスモの方は平坦な感じ、こっちはもう常にこう動的にタイヤが変わってるから、その動的にタイヤが変わってるのを荷重バランスや姿勢コントロールとかで、本当にこう微妙なアクセル、微妙なブレーキとか姿勢コントロールするアクセルブレーキを使ってタイヤをグリップさせながら走っていくっていう、ちょっとゲームがちょっと違うなっていう感じで、どっちのゲームが実車のゲームに似てるかって言ったら、まあ、フォルツァの方が特徴的には似てるかなっていう感じはしますよね。じゃあただじゃあグランツーリスモはね、そのタイヤの特性をコントロールしないかっていうと、なんとなくまあそれもするんだけど、そこがちょっとこうあまりこう表現としてはそっちを強く強調してないっていうか、っていう風には感じましたね。なんで運転は明らかにフォルツァの方が難しいと思うけど、まあ運転の勉強にはフォルツァの方がなるのかなっていう感じはしますけど、グラフィックはもう圧倒的にグランツーリスモだし、逆に言うとフォルツァの方はタイヤの特性で走るから、どの車に乗ってもなんか同じようなタイヤが入ってあるから同じような乗り方になっちゃう。だけど片やグランツーリスモはその先のね車体が効いてきてるから、なんかこう車一台一台によってそれぞれ乗り味が変わってくるっていうのは特徴があるんで、こうなんだろうな、車一台一台を乗り比べて楽しいのはグランツーリスモ。あ、そうだよね、このミッドシップのこの感じこんな感じだよねっていうのが分かったりとか、なんかあ FF のこの感じすごい似てるわとかっていうのが感じるのがグランツーリスモっていう、なんかね本当にどっちもどっちあるなっていうね、コーツつけるものでもないしね、そういう楽しみがあるのかなというふうには思いましたね。じゃあちょっとねリプレイの方を見ていこうか、比べながら見ていこうか。はい、こっちがねグランツーリスモのリプレイですね。こんな感じ、モデリングがやっぱりこれ比べるの酷やな、ちょっとなそしてこっちがフォルツァ、いやーモデリングの綺麗さというか細かさなんかだと、特
にやっぱこのヘッドライトの周りとかこういうところを見るとわかんのかな。すいません、ちょっと操作がフラフラしてすいません。この辺とか比べるとさ、こうわかんじゃない？いやー違うな、やっぱり違うな、このな、やっぱちょっとテクスチャーの細かさとか次元がちょっと違う感じもするな。あーまあ次元が違うまでは いかない、まあちょっとやっぱ違うな、やっぱりな違うね。中とかね、オイルの感じとかはどうなの。すごいよ、でもどっちもこのブヨーンってなっちゃうの何これ。ブヨーンってなっちゃうの何なのこれ。フォーカスなの、フォーカスエフェクトモード、シャッタースピード、一旦シャッタースピード、ああこうすればいいのか。ああでもこうやってやると、ああ意外と、ああすごい、おおすごいじゃんこの辺、フォルツァのこの辺。ちょっと待って、これグランツーリスモだと、おお、テクスチャーがやっぱ細かいな、ちょっとな、グランツーリスモな、小技がこういうとこの、こういうとこの、ああなるほどなるほど、ああこのマフラーのね、こう、あーどうすか、マフラーのこの変色、チタンの青、チタンマフラーなんだねみたいなね、この辺の、あーでもブレーキ、あーちょっと抜けた、暗い、ちょっと待って、ちょっと待ってカメラで映そう、ちょっと待って、暗いんだ、絞りすぎ、暗い、露出ちょっとオーバー目で、あーまあちょっとだから逆側にしようか、一回逆側にする、ちょっと日の当たり方が、あーでもなるほど、まあブレーキ、うーんこれカメラ設定の話だろうな、どうすか、でもマフラーのこの感じと、もう一回ちょっとホルツァーに切り替えて、うん、あー甲乙つけがたいんじゃないか、うん、ズームしてみると、うわー、こっちブレンボーまであるもんな、いやー甲乙つけがたいね、ねえブレンボ、あーこれは難しい、あとサーキット的にどうなんだろうね、サーキット的にこういうところとかこんな感じ、草の感じ、サーキットのね、このこういうとこ、あーこんな感じ。一方でグランツーリスモは比べる場所にもよるよな、こっちもちょっと日の当たり方違うからな、これな、なんとも言えんよな、同じ場所で比べた方がいい、あーつなぎ目、あーこんな感じ、あーこんな感じ、まあ似たような感じだよな、本当に遠赤のテクスチャーもすげえな、グランツーリスモももうこうつけがたいな、これあーかっこいいっすねかっこいい、まあとにかくかっこいいわ、もうなんなんこれ、もうなんかこれどっちがどっちとか言って言うべきではない気がしてきた、やばっ、こういうとこねすごい、どんな時代よこれ、もうどういうことよこれ、うーわすごい圧倒的な存在感なんだろうねこのコントラストかな、まああとはだからこのリプレイのカメラワークね、そういうのもあるよね、
ボルツはね、こっち出てるかな。ちょっとこうのっぺりしてるよね、なんかコントラスト的な、なんだろうね、派手っていうか。いやー、グランツーリスモ、まあ、日の当たり方っていうのもあるけど、だからこういうあー、でもこういう影のね、夕方やっぱずるいなグランツーリスモの夕方ずるいな、こっちから、あー、こうつけがたい、のっぺりしてるのはこう明るいからな、日の光の問題だな。いやー、どうすか、どう思いますか、どうすかね、どう思います、これどうすか。あー、こんな感じだ。なるほど。観客の皆さんに決めてもらうか。よ。はい、ということで、ちょっとね、リプレイ映像のきめ細かさ見てきましたけどね、まあ、どうでしょうか皆さんね、どうお考えだったでしょうかっていうところですかね。ということで、今日はね、 787B でフォルツァモータースポーツとグランツーリスモを比べてみた。やっぱりね、2つとも特徴的でね、いや、それはね、本当にこうグランツーリスモ、ソニーとね、マイクロソフトというね、もう世界を代表する企業がね作った、まあ力を入れてるね、まあそのレースゲームじゃないですか。さすがにこうつけがたいということで、まあ両方やったらいいんじゃないですかっていうね。でもなんかコーツつける必要なくない？だってさ、なんか映画とかもさ、なんかどっちの映画が面白いみたいなことってしなくない？ね、だからアニメとかもさ、なんかどっちが面白いとかっていう比較しなくない？どっちも見るっしょ。なんか比べることが滑稽じゃない？なんかこういう作品っていうね、そんなことまで思いますよ。だから映画みたいにこの映画とこの映画どっちも面白いみたいなことって絶対しないわけだから、これも別にしなくていいんじゃないかなって思いましたよ、だからいいんじゃないですか。ガンダムもエヴァンゲリオンも見ていいんじゃないですか。別にどっちがどっちっていうわけじゃなく、どっちが好きでもいいしね。だけどなんかどっちも見たら面白いじゃんっていうふうには思いました。はい、ということでまたね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。